歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。堀越勸玄君、家では本当に優しくてすごくいいお父さん、堀越勸玄。歌舞伎の市川團十郎さんが2月1日から始まる名古屋で襲名披露公演の成功を祈願しました。名古屋市中区の成田山満腹院に現れたのは市川團十郎白猿さんとその長男の市川新之助君、堀越勸玄君。市川團十郎さん親子は2022年11月から歌舞伎座や京都の南座、福岡の博多座など全国各地で襲名披露巡業を行ってきましたが、2月1日からは名古屋の御園座で襲名披露公演が行われます。それを前に團十郎家と関係の深い千葉県の成田山新勝寺の部員である満腹院に襲名の報告と公演成功を祈願、集まった人たちに手を振って応えました。成田山満腹院に祈祷後に会見で市川團十郎さんが以下のように語った。皆様お久しぶりでございます。一応團十郎ということなんですけれども、皆さんエピソードだと思っていると思いますが、今回で團十郎となることになりました。御園座は若い時に様々な歌舞伎俳優の先輩たちに連れてこられて勉強させていただいたり、また北島三郎さんのような大スターが舞台をやっているところを見て感動して刺激を受けたりして、私はどこかこう名古屋に育てていただいてんじゃないか本当に思っているところがございます。皆様今日はお寒い中お祭りいただきありがとうございます。2月1日の初日から私は御園座に初めて出演させていただきますので、ぜひ見に来てください。父團十郎さんはプライベートでは優しいけれど、稽古中はもし僕がダメなことがあったらすごく指摘してくれて、家では本当に優しくてすごくいいお父さんです。堀越勸玄君、家では本当に優しくてすごくいいお父さん、堀越勸玄でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。